さあ、えー、それじゃあですね、方言ニュースいってみましょうか。えー、今日の担当は、植地和夫さんです。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、お願いします。はい、はい、最後数曜。うがんじゅう、わちみせみ。まあ、昼夜、あ、1月総ごち、の二十四日。えー、今朝から、えー、もうちい、もうちいそういびしが、もう。強力、うちらのくいめ、十二月。そしわしの八日に、あたといびん。ん ウニモチのヒヤビン野菜。まあォランチャがうるチネやモチチちテちて天井からーカて楽しみィ、タノシミヤビンドヤサイ。ヤビシガクトシクンドノモチ、アンスカヒコネビランヤ。ヒウジヤレひインヒサイビドヤサイ。まあ、本当のノフィサイヤクリカラドヤビンデヤ。トンゅんュンリュキュシンポの中からうちなありくアリクリーニウスをチテサビら。 中のニュースや待望の信号機が設置されるでのニュースや便ゆでナびらあくれナークのニュースや便やさい宮古島署はこのほど今度、えー、宮古島市下地のナークの下地の前浜港に侵入する、えー、名場な、ま、どにいる道の味満まんけ手前の交差点に 信号機を設置し信号機立ちやびて下地幼稚園の園児らを招いて、えー、幼,稚園幼稚園生敷いたディ点灯式を開催しました信号機の,の点灯式屋内ビタン、えー、信号機チキやビタン園児のダンスやアトラクションの後幼稚園生シーきごわたの,のダンスとか遊戯の後大城所長や宮古、えー、島市 えー、与那覇自治会の関係者が点灯ボタンを押しボタンを押,押さえ信号地ビタン信号機が点灯しましたその後この後おオール信号お幼稚園シーターが渡り始めサビ隊青信号をエンジらが渡り始めました渡り染めしました前浜港やあ東,洋東洋市の白い砂浜 東洋一の白浜日湯バトールーヨナハマエバマとチナジヨ,ヨナハメエバマビーチとつながっており地元住民だけでなくおトゥクルのチュチャービケのアラン多くの観光客が訪れます観光客を多くメンセビンチャービン一方宮古島署によりますとユイねこの交差点では おの味クリマデでの10年の間に過去10年間に7件の交通事故が発生しています7件インの交通事故のウクトービン今回クンドゥや車両用と横断用の信号機8機が設置されたもので車用と道を与えるうのための信号機ヤーチ・イシビタン。 与那覇自治会の池村会長は20年代20 2 0人この方信号機の設置を県へ要請してきて県会信号機一時組総理にお逃げしちゃうことがやっと認めらったんやっと認められたと話しました話しそう大城所長は館内の事故は減っているが この都長くの交通事故や日向うい市が観光客の多くなったこと今度物損事故門日ち,ちあたて、えー、やんじる事故の多くなったいびん観光客が増えて物損事故が増えている今回今度人間かなって地域の念願がかなって信号機を設置することができた信号機を設置することの内い人たうち 話し錆びたん話し,しました。昼夜待望の信号機が設置されるんでのミャクのナークのニュース落ちてさびたん。どうせまたアチャユシデビラ二平デビロ。いはい、えー、どうもありがとうございました。うん、今日の担当は上地和雄さんでした。